勉強自体好きじゃなくて、受験っていうものの凄さっていうのを初めて経験する。喋れない先生にもなりたくないな。アメリカ留学中にね、出会ったね、カンヌと付き合っていたんです。予備校講師の頂点っていうのは登っていってそこにあるんじゃなくて浮いてる。Hello there! 始まりました。森田チャンネルです。Happy New Year! ということで、2020年一発目の動画になりますが、今回はですね、一体森田って何者なの、どういう人生送ってきたのというのを紹介したいと思います。いろいろね、前からね、リクエストは結構あったんですけども、いよいよ話したいと思います。まずで、僕はですね、横浜育ちですね、日本で2位の都市ですね、大都市です。しかし、横浜にもですね、カーストがあってですね、僕が生まれ育った区っていうのは一番田舎の区でですね、なんと、ホタルが飛んでましたからね、はい、そんなところで育ちます。勉強自体苦手だったとは思わないですけど、そこそこだったかなっていう感じです。ただしね、小学校4年生の時にね、ぶつかるんですよ、壁に。三角定規と定規使うんかなんかで、このね、垂直の線を描けっていうのがあったんですけど、それがね、もう超不器用人間ですから描けなかったんですよ。で、初めてね、居残りを味わうことになって、そっからね、算数が大嫌いになるっていうね、それまではね、掛け算チャンピオンとかね、足し算チャンピオンね、取ってたんですよ。引き算チャンピオンと割り算チャンピオンで、ね、日能研通って私立行く子だったんですけど、ね、今でも覚えてますわ、それ。ここから勉強自体好きじゃなくなるって感じです。横浜でも一番ちっちゃいぐらいの小学校だったんですけど、そこで、まあみんなすごく親しくてね、下の名前で呼び合うみたいなね、とこだったんですけど、中学校に入ってね、3つの学校に分かれるんですよ。で、僕が入ったとこ、自分がね、クラスで一人になっちゃうんですね。知ってる人が誰もいない状況になります。で、こっからね、超人見知りの人生が始まるって感じです。人見知りで、毎日緊張痛で保健室登校が始まるわけですよ。で、勉強自体、まあ、転機が訪れるというか、一番最初の英語のテストで100点を取ることができたんですよ。で、なんかね、家にね、ボランティアで教えに来てくれてたね、大学生の人がいて、その人のおかげでですね、そんな難しいテストじゃないですよ。もちろん ABCD とか書いたり、すごい簡単なことを書くやつだったんですけども、それで100点を取れたので、多分ここの成功体験っていうのがすごく生きていたんじゃないかなと思いますね。ね、それで勉強ができるっていうわけではありません。数学もいつも苦手でしたし、社会もボロボロでした。これはね、大学受験でも変わらないんですよ。で、そこでね、すごくね、親しい友達ができるんですけど、中間テストか期末テストかなんかの合計点で勝負するっていうので勝ったんです。そしたらね、この僕の友達がですね、そこからものすごく勉強する人になったんですよ。で、中2になる時に、僕らね、クラス仲いい人をちゃんと合わせてクラス替えしてくれるっていうですね、すごく気の利いた学校だったので、僕は、で友達と一緒になれる。あ、まあ、ただね、前にも動画で言ったように、めちゃくちゃ荒れてる学校ですからね。教育実習の時でもね、すごいことになってましたけど。で、そこで同じクラスになって、だから毎回中間テスト、期末テストで勝負をするっていう感じで、テスト勝負っていうのをやってたんです。一回中1の時に僕が勝ったですね、その相手の子は、その後ね、一回も僕、勝てなかったんですよ。全部負けました。そう。一回僕に負けて悔しくて、すごく勉強するようになって、なんか高校大学と結構いいとこ行ったらしいですけども、幸せに暮らしてるそうです。で、僕は中2でですね、中2病と言われるのかどうかわかんないですけど、中2でね、結構ね、面白い人っていうのでね、かなり人気が出たんですよ。人気の感じはピークだったと思います。しかしね、中3で、ど田舎に引っ越すんですよ、私ですね。そう、千葉県の田舎に引っ越すことになってですね。そこで、辛い人生を歩むことになります。まあ、ひどかったですね。何の娯楽もない。本当に性格が悪い人たちの集まりの中で。で、こんな人生は嫌だと。なんとかこっから出たいって言って、すごく勉強します。初めてですね、あんなに勉強したのは、多分一生のうちで一番勉強したんじゃないかなって思う頃勉強します。そう、ここで受験っていうものの凄さっていうのを初めて経験するっていう感じですね。もう毎日、なんかね、あったんですよ。分厚い5教科のワークみたいなんですね。あるんですけども、それ全部やって、で、わかんないやつを赤で書いて、で、消していくみたいな感じでやってったんですね。で、理科と英語はなんか暗記でいけたんですよ。でも、社会と数学は本当に苦手で、本当に嫌いで、で、社会は本当に頑張りましたね。数学はできなかった。数学だけが50点かなんかで、あとは理科が1問ミスかなんかで、英語が何問かミスみたいな感じで、ここが80点ぐらいで、数学だけ半分みたいな感じですね。で、それで、公立高校に入ったんです。別にでも頭がいいというわけではありません。それもね、とにかく田舎から出たい一心で勉強したっていう感じです。中3の時に暗記の仕方ですねっていうのはだいぶ身につけたなと思っていたのが、暗記科目は得意だったんですよ。英語で初めてぶつかるんですよね。文が長い、どこにカンマがついてるの、何これ、なんでカンマがついててこんなに長いのみたいなですね。初めてテストで暗記だけじゃいけねえんだなっていうことにね、気がついたんです。英文は読めないんだけど、とにかくひたすら暗記するっていうのでやりました。学校のテストなんで、多少暗記でいけちゃう。ただ数学だけは暗記じゃいけないんで、数学はダメでした。いつまで経ってもいい点は取れない。
でも他のテストはなんとか丸暗記で、攻めるっていう感じでした、ね。クラスで4番目か5番目だったと思いますね、高1の時。ただ、高1も高2もね、これもいろんなところで言ってるんですけど、学級崩壊状態なんですよ、英語の授業が。もう全然、英語の授業にならない。もう常に先生と生徒たちが揉めてる。1年の時も2年の時も続くんですよ。だ別に英語は嫌いじゃなかったけど、文系とか時制とか文法事項が分かんないまま行っちゃいます。で、高3の時になってですね、すごいでっかい壁にぶつかるんですよ。入試問題を出す授業っていうのがあるんです。入試問題がそのまま出てくるわけですね。で、そうすると、もう手も足も出ない。今までそのですね、こっからここまで覚えりゃいいみたいな感じで全て覚えてたのに、もう全然答えられないっていう状況になります。丸暗記でやったって、もう半分ぐらいしか取れないわけですよ、テストでね。予備校。これがやっぱりでかかったですね。で、ヨゼミで授業を受けるわけなんですが、まあ、富田先生のね、授業とか、西先生の授業とか受けて、初めてなんか英語の文法っていうものをですね、理解するようになるんですよ。お笑い芸人になるか、多分英語の先生になるんじゃないかなと思ってたんですけど、だから高3の時にもう英語のその、できない学校の授業でぶつかっちゃってるので、ちょっと無理かなって思ったんですが、富田先生の授業を受けて、あ、これだろうなって思いました。喋って笑わすこともできるし、何か教えることによって感動させたりとか、役に立ったりできるっていうので、あ、これがきっと自分の職業だろうなと思って予備高校生を目指すんですよ。で、富田先生はね、東大英語とかやってね、東大卒ですし、いい大学に行かなきゃいけない。で、東大英語教えたいなって思ったんですよ、その時に。でも自分が東大なんてとっても行けるわけないし、そこで思ったのが、じゃあまず慶応に入って、慶応国語もないですし、で慶応大学に入って、そこから頑張って一生懸命勉強して、大学院で東大に入ろうって思ったんですね。有言実行というか、実際にやったことです。で、第一志望の慶応に入る。まあ一応千葉大を抑えにしてるので、ちゃんと社会も理科も数学もやりました。最終的に数学は、自分はこのね、1月の期間に、日本で一番やったんじゃないかと、ね、自負するぐらい、ものすごくやったので、センター形式の模試は学校にあるもの全部解きましたし、全てです。昔はね、模試のね、過去問っていうのが配られてたんですよ。で、超分厚いやつとかね、ベネッセのやつとか、それを全部解きました。世界史もできるようになり、で、倫理が得意だったんで、そう、科学が一番好きな科目だったんでね、理解できて面白いなと思ってた。ただ、英語は7割。で、国語が6割かなんかなんですよ。で、そこまでできてないんですけど、ただ合計すると7割いったんで、で、千葉大は合格って言いましたね。慶応の本番まではもうひたすら国立形式の問題を解いたりとか、過去問をすごい昔まで手に入れたりしてやりました。で、慶応大学文学部に合格して、もう英米文学専攻に行くって決めてたので、英語を自分で専門にして、ただ、やっぱりね、喋れない先生にはなりたくないなっていうふうにすごく思ったんですよ。で、周りもやっぱ帰国子女とかいっぱいいたんで、すごい壁にぶつかります。難関大に合格した人ってね、こうやってね、学力がだんだんね、ヒューってなっちゃうね、人が多いと思うんですけど、自分自身は、こういった感じですね。随分底辺の方から入って、どんどん上がっていく。周りは下がってってましたね。で、留学しようっていうふうに決意もしたんで、自分のお金で留学しようと思ったんで、多くの時間をバイトに費やしました。で、やっぱそこで多かったのは塾講師ですね。で、そこで磨いていきましたよ。やっぱり教え方っていうのをね。富田先生のやったものをそのままパクったって、うまくいかないわけですね。だからそこで自分流の教え方とかっていうのをどんどん見出していくっていう感じになりました。で、アメリカに留学して、英語教授法の資格を取って、で大学の授業を出て、認知科学の授業を出たんですけど、ファイアン・ニューナーズっていう数学者なんですけど、その人に認知言語学にも詳しくてですね、その人の認知言語学の授業みたいなのがあって、それに出て認知言語学に感化された。英語教授法の授業の先生とかはね、なんでそんな言語学に行っちゃうのと、せっかく資格も取ったし、教える能力もあるから、てっきりどっか私立のね、いい高校とかで勤めていくっていうのを目指すんだと思ってたよって言われたんですけど、いや、僕は東大に行きたいっていうのもあるし、予備高校生になりたいっていう夢があるんですって言ってですね、自分はそうしました。で、東大大学院に入って、言語学ですね、入試めちゃめちゃ勉強しました。フランス語とかめっちゃ勉強したし、でね、内部生だとね、だいぶ簡単に行けるんですけど、外部生はそう簡単にはいけないので、めちゃめちゃ勉強しました。で、3人合格するんですけど、その3人のうちですね、内部生が1人で、僕が外部生でいて、もう1人留学生っていう形で3人合格したんですけども、で、言語学を学びながら、1年目の時に、津屋学園早稲田塾に入りますね。で、2年目の時に、中高一貫校でも働き始めました。
帰国して、まあ、トイック満点を取り、留学して帰ってきたら、英検級もトイックも全然大したことないじゃんっていう風に、なってたので、神崎先生のね、紹介で、エッセンスっていうね、トイック満点しかいないところに入れ、うまくね、枠が空いてたりして入れたんですね。そこで、本の話とかもあって、あれよあれよという間に本が出せたりとか、トイック講師としての仕事があったり、なんていう感じになったわけですね。アメリカ留学中にね、出会ったね、彼女と付き合っていたんで、英語をかなり使う生活にはなってました。で、最終的にね、この人が帰国するので、アメリカに。で、僕は男性家庭に行かないで、彼女を追いかけてサンフランシスコに行きます。で、しかしね、そこで別れて、バンクーバー行ったりとか、ソウルで暮らしたりとかっていう風になるんですね。で、神崎先生からね、東進で、トイックの授業があるんだけども、それやってくれないかって言われて、東進ビジネススクールの方に行きます。で、この企画自体はね、なくなっちゃったんですけど、東進ハイスクールの方でね、合宿の先生が足りてないんで、ちょっと来ませんかみたいな話になって、で、そこで僕は合宿に行くんですね。この時はトイック対策の授業っていうのは映像だし、合宿っていうのも10日間だし、一時帰国してそれで戻ればいいなと思ってただけなんで、それでやるわけです。そしたら授業すごい上手いですねみたいな感じで入ることになるわけです。で、日本に戻ってきて、専門学校でやったりとかね、大学で教えたりとか、河合塾の採用試験受けて、今の状況ですね。しかしね、上が詰まってて、全然どかないと。このままでは、全く上に行くことができない。まあね、永田達郎先生っていうですね、すごく有名な講師の言葉があって、予備校講師の頂点っていうのは、ピラミッドですね、登っていって、そこにあるんじゃなくて、浮いてるっていうですね。そうなんですよ。確かに頂点を取った人たちっていうのはこうやって登っていったんじゃなくて、いろんな技を使って武空術を使ってですね、飛んでいって頂点に立った人ばっかりですね。初めて YouTube を使って上に行くっていうのを考えて今に至るという感じです。はい、ということで駆け足ですが、私の人生を語ってみました。2020年これからですね、このチャンネルも頑張っていきますので、よろしくお願いします。 Thank you for watching.